マスク履いてそうね。うん、履いてそうですね。ね。まあポルシェに似たんでしょうね。まっすぐ一本通った一本木大将。一本木大将。宮崎の一本木大将。ドラマ雪村。最後の最後のホラーガイアだと今うーって無意識に無意識やったいいですね、いいですね、いいですね。研修の成果が、はい、こっちの方は来てませんよ。やっと使用期間終わるかな。早かったね、はい、今やめたらあの、うん、お給料出ませんので現物支給だよ。自然薯俺たち自然薯。いやいや、ウカゴです。ウカゴ家で育てたらこれになるという遺伝子を持ったウカゴ。わ、ここも木があるやん。またうん。うわ、すげえ。俺足でグッてした時あんま入らない。ねえ、俺も思った。出ないやろ。やったらあのチーズケーキを切るかのようにサクッて入っていく。いや、この人は硬いよ。それでもそう、うん、あ、ストップ取るのはウタさんですね。ね、片足で俺らの 1.5 倍ぐらいの、ね、あれなんじゃないですか、荷重2倍か。ちょうど俺の2倍ぐらいですもんね、うん、そうそうそう。俺らの片足でやってるのの、うん、普通に2倍で、うん、早い。ちょっとちょっとね、結構紅茶さんちょっと、ちょっと熱い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 蹴っても入らんとに体重乗せて紅茶さんわざとしよな。違う違う、マジですよこれ。ほら乗せたら入っていくよ。入らんですって本当に。ほら、熱いでっかいってでっかい。いや、それでもスーッてダメ。ほらほら、お、でかっ。おぉ、でかっ。いい感じや。これすごいっすね。まだまだあるね。あるある。そこでもう3、40センチぐらいやけんですね。全然楽勝であるね。うん、太い。どうそれ。来た。だいぶ太いよ。だいぶでかい。しかもなんか曲がってきたね、うん、こう。ですね。手前に来よ。これこんなもんじゃない。こんなもんですよ。こんなもんばい。これうわあ。曲がってきた。そっち側に児玉さん側に行きよんで、うん。うわ、太っ。これでも最後まで掘って根っことかないよねこの。これこの穴の規模じゃちっちゃいかも。そうですね。まだ足りん。どこまでいかもかな本当。周り掘ることに専念するか、うん、そうですね、しばらく周り掘りましょうか、うんうん、これを越す自然じゃそうそう出てこないんじゃないですか、なかなか、うん、ここで釣り岡、はい、史上最大。でもその辺にもデカそうな釣りがいっぱいあるからね。まあいくらでやっちゃうけどね、うん、こいつでも本当掘りやすい、こっち側にあって太くてっていうのが非常にいい。うわ、すごい。ちょっとサクサクいこうかね。スコップの先に2トンぐらいの力が加わったんじゃないですか。おっ、もっとこの先がこうくらい長くていい。はい、だいぶまた掘り進めましたけど、ここに来てちょっとなんか、うん、ここの下ない。ほら、あら、ほんとだ。そこで終わり。いや、しかして曲がっとったやろ、また向こうに行ってるのか。あ、違う、終わりなのか。まだ終わらないでほしいけどな。ねえ、ちょっと慎重にね、児玉さん。そうですね、向こう側に行ってる可能性があるから、うん、あれ取る飲み。あ、じゃあお願いします、うん、とりあえずこの先がちょっとどうなってるかがわかんない今。その辺の粘土硬すぎて進路変更したとかな。あったあった。さすがに硬すぎって。いや、ここで終わりかも。終わり？マジ？なんで？なんで？山芋に聞いてください。
やっぱ先がぐじゅぐじゅって魔法の杖みたいになっとった。魔法の杖、うん、の魔法の杖の先っちょ。うん、もう今時の魔法の杖はこうこんな感じですよ、ね。ああ、確かにね、ハリーポッターね。昔のね、ドラクエ1ぐらいの時の魔法使いの魔法力とかね、ベルセルクとかのね、うん、ロード・オブ・ザ・リングのあのほらガンダルフ、ガンダルフな。ここがね、多分ほらここが下まで削っちゃったですね。直角にこう行ったな。直角に、あ、ほら、あ、終わりなんだ。終わりっぽいっすね。剥がしてみる。まあ終わりなら終わりで慎重に横を取っていかんと。終わりか。ああ終わりか。これでも史上最大やろ。いや長いは長い。じゃあさ、あのメーター級のやつでもっと太いのかな、鶴が。そうね。ってことになるのかな。だから多分終わりと思うんで周りをちょっと削っていきます。はい、しかもこれ。太いと思ってたらなんか平べったいかもしれない、うん、平べったいそういうこと奥行きあんまないかもマジで2時間もの激闘の末ついにゲットできました魔法使いの杖弱そうな杖ヒノキの棒へ素材は一級品ですよ、うん、素材はね一本物よですね。これは高級品ですよ。高級品。両手どこの両手に下ろす？本当。橋本さんに下ろす？3000円ぐらいで売れる。使ってくれるかな？お、取れそう？取れるかも。お、ブチブチいいよね。うん、お、おーおー来たよ。あーあー。ああ、つながった。ああ、そっかそっかそっか。これついに発掘。すごい。長いつるも付きで。おーい、ナイスナイス。いや、でかいよこれ。でかいよ、うん、大変やったね。ここがなんか本当に平べったいですね。ちょっと削ってこの間こんぐらいやったっすもんね。あーね、で、ずっと細い。それでも美味しかったっちゃ、うん、美味しかったです。いやー、惚れたよ、惚れたよ。危ない危ない、もう勘弁怖い怖いや、でもこのツルの太さでこんなもんって言ったらあれやけど、こんぐらいのツルじゃないですか。まだもっとでかいのはターザンロープぐらいのやつじゃないとね、1メーターぐらいのやつ取れないのかもしれない。完璧に取れたね。うん、ナイス、すげえ。いや、これで今日の昼飯も安泰ですね。安泰、よかった。昼飯に山の幸は、山の幸は取れたね。うん、あとは海の幸がどれぐらい取れてるか、うん、ねえ、楽しみやね。持ってきたよ。はい、到着。はるばる山から山まで。あ、久しぶり、久しぶり。あの絶好調、うん、めちゃくちゃ絶好調だけど、うん、グリスとか替えの部分で忘れた。ああ、そういうことか。取れたんでいいか。はい、活躍するでしょう、うん、はい。またこっちの山でも頑張ってもらいましょう。じゃあ上の方まで、はい、上がっていってください。伸ばして前に。はい、屋根はないけどね。屋根はないけど収まりはいいね。収まりはいい。よし、じゃあ山芋も惚れたし、はい、惚れたんだ。ちょっと、うん、びっくりするぐらいこう、うん、顎が曲がってね、こう上に入れてとりあえず取りに行く山芋。山芋ちょっと海舞台には後で飯食うときにね、ふだんの下げとこうよ。うん、これすごいの。いや、これでかい方やろ。裏までではもう完璧に一番なんだよ。綺麗に下まで。おお、それが大事と、それが大事と。いやいや、パキッていくよって。釣り岡市場最大やけんね。柔らか以外ね。天然やけんね。はい、じゃあ、はい、持っていこうか。はい、上の調理場に持っていきましょう。釣ること持っていくと。そう、釣ること持っていく。それっと、釣り下げた。釣り下げた。
さあ、こちら山芋はどうなんすと、ね、山芋、ね、みんなばびっくりさせたいけどね、しょれーっとしょれかなと思ってさで、実際取れんやったって言ってみようか。あもうない、自然薯じゃなかったみたいな。いや、いいね。そう、自然薯が入ってない料理にしようって、しようかな。取れんやったってね。そうそうそう、あれしょれーっとやね。たら、洋来がうわーってでっかーって言うやろ。言うかな。言うやろ、さすがに。これ、史上最大よ。気づくまでやろ。ブラザー、こうやったらもう、もうこれは、これいいやん。まあいいけどさ。これいいやん。これ絶対気づかんやろ。いや、わからんよ。気づくかもしれんよ。よし。じゃあこれでみんな待とう。で、こっち火つけね。1メーターぐらい掘ったけど、なんか変な根っこだけやった。で俺が言うと言う言ういや、こうちゃん言うとなんか嘘っぽい。笑ってしまいそうやな。こだまさんやな。こだまさんが言ったらいいやな。こだまさんとか嘘確かに普段から嘘つきよけよし、じゃあみんな待とうかな。さあ昼飯の準備と、好み焼き、はい、でこう帰ってきたら自然薯が内定で、意味はあるねえ、こうちゃんね、なんかサプライズで喜ばせる。サプライズよ。一回落としてその後の喜びっていうのはね、倍やみんなのだけ。どんくらい喜んでくるかわからんけど、多分あんま俺リアクションないと思うなんで最初から言わへったって言われるねなんでドキにしとくじゃあ動画ばっかり言ったら、おゆうさん、キムがなんかこれは裏切り、裏切り。それより向こうが自慢していいぐらいのでかい魚つくるのやそしたらこれ霞むよなんかボールがもう一個使ったけど、汁、ああ、今つくよくて、はい、うん、すいません、お願いします。ボール持ってきてきた、あ、なんかそっちになったんですよ。そっち、こっちそっち、そっちやろ。違う、そっち、そっち、もうわからんそっちもわからん、こうちゃんは。そっち、そっち、そっち、イロハスモモは飲むくせに、イロハスモモ飲みて飲み物と、飲み物欲しいね。すりおろし、どうせから買ってくるかな。あーね、すりおろしね、買ってくる。じゃあ、こうちゃん、シルバー、シルバー作るか、じゃあ。いろはすもも、いや、そうはんなんて言うとらんけん、まじなんか誇張しすぎてるいやいや、ももももも頭おかしいやつやろ、それこうちゃん、なんのむこうちゃん、なんのむってこう、財布箱こうやって見てくる、こうちゃん、なんのむこうちゃんさん、言わんでやって、もうあ、なんでなんで攻撃してくるけど、攻撃されると弱い攻撃力ゼロやけこうちゃん、なんのむ言わんでね、財布箱こうやってあげて、こうやって取って返してたよ財布箱こうやってあげて覚えた、こうちゃんは覚えたっていうか、キムから言われすぎても消えない記憶にマジでよ、別にそんな覚えてる。作ってちょっと待ってそんな急がんでも、どうせ自然薯も遅か入れんばけ、水も見よっといて。今んとこ料理始まってからキャベツしか切っとらん今もうこっちが口をペチャクチャペチャクチャ喋ってからイロハスモモイロハスモモ言うて、もううるさい、それがイロハスモモの時ばっかり覚えてからもうあんまりもうさ、手を動かさんでさ、ずっと説明書も見ながらずっとほら、会社でもね、イロハスモモイロハスモモ言うてさクイチェリュウシュシュテレーンコウちゃんさんね今自分は言うたよここでシャモシあーいいねいいねはいねいいとOK です。さあ釣り舞台も帰ってきたみたいね、混ぜてからある程度しっかり、はい、じゃあお願いしますおいダゴノリや血打ちやけんが血打ちやけん言ったよ血打ちやけんこれにも喧嘩さあ釣り舞台帰ってきました。気になる、うん、今自然薯の方が気になるあれもワクワクするナスの顔絶対デカ型取れたろう。見てこのテーブルにあるもの全部もうベライなかったそこなそこな自然薯は自然薯か。ヨライ探しに行こう
って言ってやって。ちっちゃかったな。どこにあるかもしれない。この周りに。やべ、探して探して。めっちゃ下がる。どこ前だと？どこ歩く？あったー！でかい！でかい！でかい！すごいやん！すごい！すごいやん！すごい！汗だく。綺麗に撮れたね。みんな。うわー、よかやん！でかい！でかいやん！これ。ナイス！やっぱこんなでかかったんやよ。うわー、やっぱこれでかかったもんね、なんかね。ほら、この茎の太かったもん。いやいや、まあ、最高。いや、楽しみやったもんね。マジでこれ楽しみやったけん、俺。これにあとイカ入れたらイカお好み焼き。イカあると。うわぁ、でもイカお好み焼き作る予定やったろ。そうやろ。いや、俺こう、何回かそこオフしちゃったけど、ずっと探しポイントにおったから。なんか、不審せんやったもん。違うじゃん。聞いて、かもしたよ、1時間ぐらい。まったく、ただのキャスト講座場しかった。超過なしとか言わんの？いや、佐護市のパータイズレット。あの2人、めったにさ、あれしたいって言わんやん。でも、佐護市したい、佐護市したい。もう帰るよって言っとけ。わいたわいたって言わんに、行くって聞いたら、行く帰るよっとけ、何回も言ったね。めっちゃ楽しんだけど。よかったよかった。でも、イカお好み焼きはできいいじゃないね。いっぱいだけでも釣りたかったけどね。ご視聴ありがとうございました。この動画はタンスの源さんの協賛でお送りしました。はい、ただいま釣岡とタンスの源さんのコラボでアイロンステッカーやコラボ商品が当たるプレゼントキャンペーンをやってますので、概要欄の方チェックしてみてください。はい、ありがとうございました。